はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日はね、新作の、紹介動画となります。はい、ショートウォレットね、新しく作ってみました。一応名前はね、今のところユミルっていう名前にしようかなと思います。まあ本当はね、あんまりウォレット自体にね、名前とかつけたりしてないんですけどね、まああの区別がね、しやすいようにちょっと名前をちょっとつけていこうかなと思ってたりもしております。はい、大きさね、この縦幅、これが 8.5 センチで、この横幅ね、ちょっとストレートではなく、また曲線ね、あの膨らみを持たせているので、一番最大値がね、10.5 ないぐらいですね。はい、まあ、またね、全般的にちょっと曲線を用いて、丸っこい感じでね、作っております。で、こんな感じ。こんな感じね、またコバがね、よく綺麗に出るように、配置しております。まあ、こんな感じね。はい、コバもね、まあ、これ今かね、自分で使おうと思って、コバも磨きは入れてあります。まあ、簡単に、そんなに思いっきりはかけてないんですけど、まあ、ちょこちょこやっております。はい、じゃあ、ちょっと見ていきましょう。まあ、外装ね、広げた感じ、こんな感じね。うん、ちょっとね、まあ、曲線ミドルボレットに似てるかなっていう感じなんですが、まあこれは今回はね、左右対称で、この上下もね、左右対称で作ってます。よくね、自分のやつは上と下のね、曲線のラインを変えたりしてるんですが、今回はね、対称で、まあこういう風に見て綺麗な感じで作っておりますね。はい、中身の方はこんな感じになってます。まあこのね、ボタンとかはね、まあ制作するときにオーダーで、なしとかありとか、選べるようにしていこうかなとは思っております。で、結構ねパンパンに入れてみました。はい、お札ね、1万円がね、ギリギリ入る大きさです。もう本当にギリギリ、1万円がギリギリ入る大きさで設計しております。で、お札の方がね、一応ね、アメリカドルだとね、15枚入れてあります。はい、お札15枚ね。よいしょ。で、コイン、まあコインね、小銭入れの方もね、ちゃんと両待ちになっているので、大きく開いて、まあ取り出しやすいかなと思います。まあこんな感じね、コインも入っております。で、カード。カードはね、ここ2段、で、今2枚でしょ、ここ2枚で、この後ろね、隠しポケット、ここにもついてあります。で、ここにカードが、よいしょ、はい、3枚ね。で、この小銭入れのね、後ろにも隠しポケットね、ついてあります。で、ここも3枚か。3、6、10枚。厚手のね、プラスチックの厚手のカードが10枚ですね。はい、一応こんだけ入ります。もう元ね、詰めようと思えば、詰めることはできます。で、全部抜いた時もね、厚みもこのぐらいね、このぐらいでもよくわからないね。まあ、それでも、外装、今ね、両銀面仕様で、ここね、この外装部分が両銀面仕様で 1.5 ミリと 1.5 ミリ、重ねているので、3ミリぐらいね、厚みを持たせてあります。まあこれもっとね、この2つ折りに関しては、薄い革を使っても問題はないかなと思います。本当に、まあ3ミリもいらない、1.、あ、でも2ミリぐらいにしようかな。まあどうだろう。まあでも薄手の革でも対応できるのかなと思います。こういう作品はね。で、中のパーツ、こういうちょっとベロとか、ここの部分とかを抜かせば、全部 1.5 ミリ、まあ 1.6 か、うちの作、革だと 1.6 で使ってます。まあだから外装も 3.2、ここが2ミリ。で、他のパーツが全部 1.6 なので、結構ね、
厚みがあるような感じかな。作り方によってはこういうワイルドな仕様でもできますし、逆にね、全体的に、1.1 ミリぐらい、うちで使ってる 1.1 ミリぐらいの革で、仕立ててみれば、すごいね、今度は逆に薄手のね、ウォレットができるような感じかな。はい。一応こんな感じで、完成いたしました。同じね、本当に1万円が、ギリギリね、入るっていう位置取りで作ってあります。はい。一応ね、こんな感じで、完成いたしました。まあ、完成いたしましたっていうか、まあ、こっからね、ちょっと使ってみて、もうちょっと修正とか、まあ、かけていくのかもしれませんが、まあ、とりあえずね、一応こんだけ入ります。コインとお札15枚、カード10枚、ぐらいですね。一応そんな感じで、完成いたしました。ぜひね、動画の方でね、ご覧いただければなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。